東ローマ皇帝を見ていこう。いきなりどうしたの？今まで東ローマ帝国の物語を見ていったな。そうね。それをやっていって思ったのは、やっぱり皇帝が多くてわかりにくいってことだ。そうね、多かったわね。私の動画では皇帝を軸にして見ていったから、皇帝がわからないなら全然意味ないってことだ。前回やったローマ帝国のお話に関しては、皇帝を覚えているから大体わかるけれど、東ローマの皇帝は知らない。だから、今一度確認しようと思ってな。ふーん、なるほどね。それで、どうやっていくの？本来ならば、アルカディウスからスタートして、最後のコンスタンティノス11世に行くのが流れとしてはいいのだろうが。正直、ごちゃごちゃしてわからない。名前が多いものねー。そう、だから名前の整理を今回実験的にやってみようかと思う。名前の整理。例えば、コンスタンティヌス1世は、コンスタンティヌスという名前の最初の皇帝だろう。だから、コンスタンティノス11世は、コンスタンティヌスという名前の皇帝11番目ってことだ。あれ？名前違うじゃない。ああ、東ローマ帝国のお話でも触れたが、公用語が途中で変わったから、表記がギリシャ語に変わっているが一緒だ。そういえばそうね。そこも含めて混乱しやすいから、整理していくぜ。あいよ。じゃあ、早速やっていくが、その前に言いたいことがあるぜ。何よ。整理するって言ったが、整理の仕方はたくさんある。さっき言ったように、年代順が一番シンプルだし、流れを見るには良い。けれど、今回は違うやり方をしてみるってだけだ。だから、今回のやり方がいい、ってわけじゃなくて、まず最初の整理、という感覚で見ていく。理解の一歩程度に思っていただければ幸いだぜ。了解。ということで、今回の整理の仕方だが、まず、同じ名前が多いので区別がつかないっていうのが問題だな。先ほども例に出したが、コンスタンティヌス、コンスタンティノス、って名前の皇帝が11人いる。コンスタンティヌス1世は有名だし、ローマ帝国の皇帝だからわかりやすいが、5世とか8世になると、誰？ってなるよな。そうね、ルイ14世は知っているけれど、ルイ3世は知らないわ。そう、まさにそこから整理していこうじゃないか。名前を聞いた時に、あ、あの皇帝でしょ。っていう感覚が出ることがまず重要だ。細かいところは後からでいい。コンスタンティヌス1世、あ、ニケア公会議の人ね。これくらいでもいい。そこから肉付けしたり、修正したりすればいいからな。そうね、第一印象みたいなものがないとなんともならないわね。そういうこと。だから、今回は印象に残りそうな情報を提示しながら、整理の一歩となれば幸いだぜ。そうね。ということで、まずは皇帝の名前を見て、〇〇が何人いるのかを数えたぜ。同じ名前が多いからね。それでは、多い名前ランキング。第1位、コンスタンティヌス、コンスタンティノス、11人。多いわね。そうだな、やっぱり東ローマ帝国といえば、コンスタンティヌス1世、だからな。首都コンスタンティノープルも、コンスタンティヌス1世から来ているし。まさに、東ローマ帝国を代表する名前だぜ。それが11人もいるのね。厳密には、東ローマ皇帝としてのコンスタンティヌスは9人だな。コンスタンティヌス1世は、コンスタンティノープルの建設を始めた人。コンスタンティヌス2世は、その長男だな。印象があまりないかもしれないが、3年間だけローマ帝国の西側を統治していた人だ。ちなみに、私がなんとなく好きな皇帝のうちの一人、だから私は印象深い皇帝だぜ。情報が全然ない皇帝だけれどね。まあ、今回は東ローマ帝国なので、コンスタンティヌス2世はいいとして、3世からスタートだな。ちなみに、最初となる3世だが、初期のラテン語が公用語の時代には出ておらず、ギリシャ語に変わってから登場だ。ってことは、コンスタンティヌス3世、っていう表記ね。そうそう、だからまず知っておくのは、東ローマ皇帝でコンスタンティヌスはおらず、全員コンスタンティノス、ってことだ。そこから抑えるのね。そして、ラテン語表記に変わるタイミングも知っておくべきだな。それが、皇帝ヘラクレイオスの時代だ。とりあえず、ヘラクレイオスは、ラテン語からギリシャ語に変わった時代、と覚えておくわね。私はそんな感じだな。ヘラクレイオスを、一つの教会にするんだ。ヘラクレイオス以前、ラテン語、ヘラクレイオス以後、ギリシャ語。
この情報だけで、ヘラクレイオスの特徴を一つ捉えることができたことになる。ヘラクレイオスが内政として、外政として何をしたかはそこから知っていけばいいだけだ。なるほどね。ついでに見ていくと、コンスタンティノス3世はそのヘラクレイオスの長男だ。あら、偶然ね。こう見ていけば、コンスタンティノス3世は、公用語をラテン語からギリシャ語に変えた皇帝の息子、っていう印象ができる。言葉にするとちょっと厄介に見えるが、そういう感覚ができているといいな。なるほどね。さらにここから、コンスタンティノス3世、の印象を肉付けしていく。コンスタンティノス3世は、父、ヘラクレイオスの死後に皇帝となった。これだけだと印象はつかないが、ここでもう一つ情報を加える。弟、ヘラクロナスと一緒に皇帝となった。つまり、ヘラクレイオスの死後、長男、コンスタンティノス3世と次男、ヘラクロナスが共同皇帝として即位した。ふむ、これだと喧嘩になりそうね。そう、そういった予想も大事になる。え？実際に、息子二人が皇帝になったことで、派閥ができて対立することになったからな。二人の息子が皇帝になった、という情報から、仲良く統治するか、対立するか、分割統治するか、とかいう予想ができて、思い出しやすくなる。今回は、対立パターン、だな。これは数ヶ月後に、コンスタンティノス3世が病死したことで一度終わった。病死？どうせ、弟が暗殺したんでしょ。そう、そこも印象がつく情報になるからいいな。あら、そうなの。実際、弟の派閥が毒殺したっていう噂もある程度だが、これでさらに印象ができるだろう。私は、ネロとブリタンニクスのお話を思い出した。懐かしいわね。そんな感じで情報から印象をつけていけばいい。というわけで、コンスタンティノス3世、って誰？という状態から、これだけの情報を当てはめれば、いくつか印象が出来上がるんじゃないか。そうね、何もない時に比べたら全然違うわね。次の、コンスタンティノス4世、は、誰だっけ？私は、コンスタンティノス4世のモザイク画が一番の印象だから、ここを利用している。確かに、ユスティニアヌス1世以来じゃないかしら。そうだな、数少ないモザイク画だからこそ印象的だ。先ほどのコンスタンティノス3世の孫にあたる。ってことは、時代的には近いのね。そう、彼の治世の情報で言えば2ついいのが挙げられるな。ウマイヤ朝の創始者、ムアウィアが暴れた上で亡くなった。第一次ブルガリア帝国が成立した。ウマイヤ朝が始まった時期と、ブルガリア帝国が始まった時期の感覚があるから、ここは使えるなと思う。ウマイヤ朝が661年、ブルガリア帝国も7から8世紀くらいだったわね。そういう感覚や記憶があればいいな。次の、コンスタンティノス5世、は、誰だっけ？コンスタンティノス5世の特徴といえば、タグマを作ったことだな。タグマってなんだっけ？タグマは、皇帝直属の常備軍だな。それまで質より量であったものが、食用軍人を作って育てることで質を上げたのだな。形としては違うけれど、なんとなく、この得体、っぽいものっていう印象を持てばいいかなと思っている。なるほどね。あとは、ウマイヤ朝が消えてアッパース朝が成立したっていうのも特徴的だな。しかも、タグマによって勝利を重ねて抑止力を作った。脅威のイスラム勢力を押していくことに成功したって人ね。まあ、印象だけでいい。次の、コンスタンティノス6世、って、誰だっけ？コンスタンティノス6世は最初の女帝、エイレイネイの息子、っていうのが特徴だ。エイレイネイを悪女、として印象づければ、コンスタンティノス6世も特徴づけられる。どういうこっちゃ？権力欲のある女帝とか摂政母に対して、悪いイメージがあればわかるな。最初の流れは、ネロと昭和グリッピなパターン。息子が小さいから母が摂政になるけれど、大きくなって自立心が芽生えると母が邪魔になって対立するパターンね。そうだな。その印象を持っていれば、コンスタンティノス6世とエイレイネイに当てはめて印象付けられる。それはいいわね。次の、コンスタンティノス7世、って、誰だっけ？コンスタンティノス7世の特徴は、浮き彫り、だな。ってことは、この画像よね。そう、最初に見たとき、このにやけ顔が印象的でな。そこから、いやらしい顔、ってイメージができちゃって、今もこの画像を見ると、いやらしい顔、だと感じてしまう。これってキリストに冠をつけてもらっているだけよね。ああ、だけれど全体像を最初に見たわけじゃなくて、ドアップの画像を最初に見たから印象は、いやらしい顔、になってしまった。
でも、こういった印象も大事になるのさ。私が今まで出してきた人物の中で、肖像画とか像がない人物は棒人間で示してきた。そういった人物を覚えているかって話。知っている人物じゃなかったら、すぐに忘れるわね。まあ、そういうことだ。コンスタンティノス7世の他の特徴は折り返し地点、だ。折り返し地点。東ローマ帝国は395年から1453年の歴史だが、その中間が924年になる。その時の皇帝がコンスタンティノス7世だ。まあ、実際は義父、ロマノス1世の時代だがな。何それ、厄介ね。コンスタンティノス7世は置物皇帝としての期間が長いんだよ。在位は913年から959年だが、920年から944年は義父、ロマノス1世がメインの皇帝だった時代なのだな。なるほど。ということで、特徴3つ目が置物皇帝の時期が長い。ついでに、その期間を学術研究に費やしていたってのもおまけで。これはあってもなくてもいいわね。次のコンスタンティノス8世、って、誰だっけ？コンスタンティノス8世は簡単だ。え、そんな特徴ある人だっけ？ブルガリアスレイヤー・バシレイオス2世の弟、在位66年でローマ帝国史上最長。政治、軍事に一切興味がなく、娯楽で大量に金を使うだけ使って死んだ。ああ、ひどい意味で特徴的ね。最盛期、バシレイオス2世からの、ボットンベンジュ・コンスタンティノス8世、と覚えている。急激に上がって、急激に落ちたわね。次の、コンスタンティノス9世って、誰だっけ？まあ、まずは例のごとく、モザイク画、だな。これは人物を見る上で一番大事ね。コンスタンティノス9世は、妻であり共同皇帝であるゾエと一緒に書かれているな。私としては、ゾエの3番目の夫、っていうのがしっくりくる。ゾエは、さっき出たコンスタンティノス8世の娘だ。このゾエが夫に選んだ人、それが皇帝になっている。だから、コンスタンティノス8世の死後、ゾエを軸に見ていった方が印象がつきやすいかなって思う。なるほど。まあ自由だけれど、バシレイオス2世からはいい感じの流れがあるからまとめて覚えるが効率的なのかな。そうなのね。さて、そんなコンスタンティノス9世だが、他の要素も一応加えておこう。干渉地帯であるアルメニアを併合、東西教会の教皇が相互に破門し合った、ってところか。ほい。次の、コンスタンティノス10世って、誰だっけ？彼は、先帝イサキオス1世とセットで考えてもいいかもしれんな。というと、先帝と逆を走るパターンの皇帝だからだ。イサキオス1世は、貴族、教会の費用を下げ、軍事費を上げた、が、コンスタンティノス10世は逆だな。彼は元老院議員だから、貴族や教会を優遇して、軍隊をおろそかにしてしまった。ああ、元老院議員イコール、貴族優遇。軍隊礼遇のやつね。そういうことだな。そして、常備軍やアルメニアの軍隊を解散させたことで、一気に軍事力が下がったっていうのが特徴。いわゆる、しくじり皇帝の部類ね。そうだな。次の、コンスタンティノス11世、って、誰だっけ？東ローマ帝国最後の皇帝、以上。簡単ね。ということで、今回は東ローマ皇帝のコンスタンティノスという名前の皇帝について見ていったな。だいぶ使っちゃったわね。そのまま次に行くから、今回はとりあえず終わりな。オッケ？よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。はーい、まったねー。